グラットンは、イギリスの組織論学者、コンサルタント、ロンドンビジネススクールの管理経営学教授及び、彼女自身の組織行動論上の実績で有名な、ホットスポッツムーブメントの創業者である。イギリス・リバプールに4人の子供の最年長として生まれる。リバプール大学で、心理学を専攻し、PhD を取得した。終了後、グラットンは、ブリティッシュエアウェイズに、 主任心理学者として入社した後、1982年には経営コンサルタント会社シロパーキングエリアコンサルティンググループに役員として迎えられている。1989年ドンドンビジネススクール助教授として学者としての経歴を開始、2004年にはイギリス経営実践研究所シニアフェローに任命された。2006年には ロンドンビジネススクールのリーマン女性ビジネスセンターの設立に携わった。2005年、産学連携を目的とした研究及び、経営コンサルタント会社ホットスポッツムーブメントを創業した。ホットスポッツは2009年10月に、企業経営者、学会、執行役を対象にした先駆的研究を行う、働き方の未来コンソーシアムを設立した。 このコンソーシアムはヨーロッパ、南アフリカ、日本、オーストラリアの110を超える企業から執行役が参加している。グラットンは世界経済フォーラムのフェローとしてリーダーシップ委員会を主催。ロンドンビジネススクールではドラッカー賞選考委員会を主催しているほか、ボーダフォン、ロイヤルダッチシェル、ユニリーバなどの国際企業と共同研究を継続している。長年にわたり、 フィナンシャルタイムズゴールドマン・サックスビジネス書籍賞の審査委員を務めた彼女自身の著作ライフシフト100年時代の人生戦略は2016年同賞の後ろ身であるフィナンシャルタイムズマッキンゼービジネス書籍賞の候補となった2000年リビングストラテジープッティングピープルアットザハートオブコーポレートパーパスを出版その後1 5カ国語以上に翻訳された この本では、ヒューレット・パッカード、モトローラ、グラクソ・ウェルカムでのケーススタディをもとに、様々な誘因がある事業の文脈の中での従業員の位置づけ、組織はどう従業員を理解し、権限を任せるかを議論した。2002年、企業戦略を題材にした論文インテグレーティング、ザ・エンタープライズで、マサチューセッツ工科大学スローンマネジメントレビューの最高論文賞を受賞した。 2003年に表したザ・デモクラティック・エンタープライズ、リバレーティング・ユア・ビジネス・ウィズ・フリーダムフレキシビリティコミットメントはフィナンシャル・タイムズによって重要な学術論文であり素晴らしい視点と今後数十年企業がどう変わっていくべきから論述されていると評された2005年のオシャールとの協調による BEP オーガニゼーショナルトランスフォーメーションと題する BP の組織統合に関するケーススタディはその年のエクの企業戦略に関するケーススタディ賞を受賞、ついでその年のケーススタディ全体の賞を受賞した。2007年、ホットスポッツ、ホワイサムカンパニーズバズウィズエネルギーイノベーション、アンドアザーズドンとは、フィナンシャルタイムズにその年で最も重要な本の一つと評され、 10カ国語以上に翻訳された。2009年、グロー、ハ How to Bring Energy and Innovation は、ライフではより発明的、協力的になる現実的な方法を論じた。2009年、職業の将来がどうなるかについての視点を創造し、組織はどう備えるかの共同研究を行う、働き方の未来コンソーシアムを設立した2011年、ワークシフト・ザ・シフト、 ザ・フューチャー・オブ・ワークイズ・オール・レディ・ヒア y と2014年のザキー・ハウ・コーポレーションズサクシード・バイ・ソルビング・ザ・ワールズ・タフェスト・プロブレムズで働き方の未来コンソーシアムでの研究をもとにした職業の将来像を表した。2008年フィナンシャル・タイムズより次の10年で最も大きな変化を生み出し得るビジネス思想家に選ばれた。2011年にはタイムズが選ぶ今日の15人の ビジネス思想家の一人になった。同年には、ヒューマンリソースマガジンにより、イギリスの25人の最も重要な、ヒューマンリソース関連の思想家に選定された。2013年、日本で、ワークシフト・ザ・シフトがビジネス書大賞を受賞、15カ国語以上に翻訳された。2013年には、ヒューマンリソースマガジンのライフタイムアチーブメント、アワードを受賞、合わせて、 経営思想家ランキングシンカーズ50で15人のトップ思想家に選定された。2015年にはザキーが CMI マネジメントブックオブザイヤーを受賞した。この本では企業の業務推進やプロセス、リーダーシップの変革が世界に与えるインパクトを論じた。2016年アンドリュー・スコットと共著でライフシフト100年時代の人生戦略を出版。 多数の言語に翻訳、世界各国で強い関心を集め、日本ではベストセラーとなった。フィナンシャルタイムズのその年の本候補にも選定されている。グラットンの業績は世界中で評価され、インド、アメリカ、オーストラリアで賞を受けている。2017年には Google.org の人々を変わりゆく職業世界の本質に備える事業のアドバイザーに、 安倍晋三首相の人生100年、時代構想会議メンバーに唯一の外国人として招聘されている。リンダ・グラットンの主な著作は以下の通り。アーティクルズ・ e l セレクション。ありがとうございます。